おお、すげえすげえ。それでは発表いたします。第13回スポーツアワード町田グランプリは、発表します。伊達ひよむさん。ありがとうございます。できる限りの形で活動支援できるよう活動させていただきます。今後ですね、ぜひ皆様のまた素晴らしい笑顔を見れる日を楽しみにしながらですね、またこの活動を続けていきたいと思いますので、ぜひ前向きな形で頑張っていただければと思います。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、皆様